アイクラウドは、プログラムからではなく、コントロールパネルから開きます。スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックします。ネットワークとインターネットをクリックし、アイクラウドをクリックします。アイクラウドが起動しました。